ユバール・シュタイニッツはイスラエルの政治家、哲学者。現在はイスラエル国会議員で同国の財務省を務める。所属はリクード。エルサレム地裁判事の妻との間に3人の子供がいる。ヘブライ大学で哲学を専攻し修士の学をへ、テルアビブ大学で博士号を獲得。卒業後はハイハ大学などで哲学の講師として教鞭に立った。軍隊時代は、 陸軍の不評隊に所属していた。青年時は、非常に左翼的な立場に立脚しオスロ合意を是とする立場だったが、次第に保守化、右派のリクードに身を投じるようになる。1996年の首相選では、オスロ合意を人し、何よりも、イスラエルの治安を最優先させるベニヤミン・ネタニヤフの支持獲得のために奔走し、ネタニヤフの逆転勝利に一役買う。 現在では、そのネタニヤフの懐が棚とも言うべき存在で、影のように寄り添っているネタニヤフがガザ地区撤退計画に反対し、アリエル・シャロン首相への投閣運動を宣言した際には、いち早くこれに従った。1999年の総選挙で国会議員に初当選。現在、3期目を務める。イランの核武装に対しては、 最大の脅威と位置づけ強硬姿勢を崩さず、イスファハーンやラークなど各関連施設への先制攻撃も辞さない考えを示している。たびたび国防総省を訪問し、イランの脅威を解いている。2007年11月には、米国上院でイランの脅威について、ジョン・カイル上院議員らを前に証言を行った。リクードが政権を奪回した暁には、国防省への意欲を示している。 2009年2月に実施された総選挙では4選を果たし、ネタニア不正権下で財務省として初入閣を果たす。ありがとうございます。